禁断の区形派インバータ 1000W、 これでねちょっと稼働してみたいと思います。壊れないよね、大丈夫だよね。怖いので、バケツに水を用意して、福神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、菊神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。エアコン取り付け2日目行ってみたいと思います。残念ながらね、今日も雨なんです。で、エアコンって外部電源って言って、キャンピングカーからこうコンセントを出して家とかで充電するタイプと、この車の中でここサブバッテリーっていうものを使ってね、エアコンを動かす自立型、それから発電機を使ってエアコンを動かすっていう3種類だいたい今メジャーな方法があるんですよね。で、外部電源装置は前回ね、作ったので、今日はねこのインバーターと発電機っていうものをね使って電源が引けるかどうかっていうものを試していきたいと思います。その前になんですけど、私の持ってるこのインバーターと発電機なんですけど、なんとインバーターは区形派っていう、こうガッキンガッキンっていうやつなんです。しかも1000ワットで、こっちの発電機はインバーターの制限派なんですけど、こっちはね900ワットしか出せないんで、どっちもねちょっと位置で微妙っていうことなんですね。で、電化製品って定格出力っていうのを書いてるんですよね。で、今回の中富のエアコンは定格出力が770ワットっていうことなんで、一応計算上両方いけるんですけど、その起動するときにグッと大きい電気がかかるんですよね。起動電源、電圧っていうのかな、瞬間最大電圧とかって言いますよね。この2個が耐えられるかどうか、これに至っては制限波じゃないので、果たしてこれで動くのか、それとも制限波のインバーターを買い替えなければいけないのか、エアコンのためにね。ポータブル電源来たんで、通常の電源に関してはポータブル電源でいいんですけど、エアコン専用のために大型インバーターを買う必要があるのかっていうことを今回試していきたいと思います。それで、その瞬間最大電力っていうものがまずどのぐらいかかるのかっていうのを調べようと思ってですね、アマゾンで買いました。今初めて開けました。ジャキーン、節電エコチェック。ここに使ってる電圧が見えるっていうものみたいなので、何ワットとかね、いくら電気使いましたよみたいな、これでねまず測ってみて、これでちょっと使えるのか、その瞬間最大電圧出力っていうのが何ワットぐらい出てるものなのかを測ってやってみたいと思います。ここにエアコンの配線があるので、節電エコチェッカーをつけたいと思います。よいしょ、で、こっか、消費電力ワットってなってるな。じゃあスイッチ入れますね。今ね、まずはね送風なんですよ。こっからコンプレッサーがね動くときにいくらになるかってとこですよね。今ね送風なので60ワットです。電源が入りました。はい、弱モードで450ワットぐらいで安定ですね。ちょっと風を強くしてみます。今日ハイパワーモード消費電力は徐々に上がっていくんですね。ドカンといきなりいくんじゃないんだな、この中富のエアコンはね。いいこと知りました。よし、じゃあ一回終わり。禁断の区形派インバータ 1000W、
これでねちょっと稼働してみたいと思います。壊れないよね、大丈夫だよねちょっとね怖いので、バケツに水を用意して火が出たら消します。インバーターはですね、こちらサブ電源、サブバッテリーの方から引っ張ってあります。ではこれに挿してて、うん、よし、つきました。これで、1000ワット区計派インバーター、これで動くかどうかね、ちょっと試していきます。これで動いたらサブバッテリーシステムで動くってことだからね。よし、いくよ。なんかねピーって言ってる。風は89。熱くなってないよね。ちょっとやめましょう。ちょっとね、変な音がする。もう一回ちょっとこっちの電源でね。やっぱり普通の電源で入れたら変な音はしないので、多分ねちょっとやばいんですね。ちょっとやめておきます。はい、で次に発電機でやってみましょう。発電機はね、インバーター発電機です。よいしょ、ひい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 、よし、 OK。はい、この黄色い方が発電機から来ている電気です。よし、と動くでしょ。じゃあこれに、中富のエアコンをつけて、ピーって言ったね。あ、こっちは静かだわ。うーんって言わないね。さっき区計派インバーターの時はちょっと変な音してたので、こっちは大丈夫ですね。区計派インバーターはやめた方が良さそうだな。あ、動き始めた。なんかスイッチ入れたら405 16。あ、全然余裕。なんか発電機が少し頑張り始めて、でも落ちることなく行きましたね。送風にしてみよう。そうすると、65ワット。そこから冷房にします。あ、来た。コンプレッサー動き始めました。やっぱりいきなり巨大な電圧はかかんないですね。徐々に上がっていく感じ。最初3000ワットぐらいまで一気に行くかなと思ったんですけど、そんなことはないですね。だいたい565ワット、6ワット、7ワット。OK です。まあここまで分かればいいですよね。あとは徐々にね、低角出力の770ワットまでね、数字が上がっていくんだと思います。それを超えることは多分ないんだろうな。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、こちら、先日取り付けたポータブルエアコンを発電機、インバーターで動かすっていうことについて、検証してみました。残念ながらこちらちょっと区計派の 1000W インバーターちょっとねやばい音してたんで、ちょっと使えなかったんですけど、マックス 900W の、インバーターの発電機では、このポータブルエアコン動くってことが分かりましたので、こちらインバーターもマックス 2000W ぐらいのものが、制限波の 2000W ぐらいの、
インバーターで、中止めのエアコン動くんじゃないかなっていうことも分かりましたので、インバーター買ってね、ちょっと室内で、使えるようなシステムを考えてみたいと思います。はい、皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。